こんにちは、スクです。ホームスケープ続きやっていきます。現在のパズルレベルは4315です。現在のストーリーは湖の向こう側、別荘ログハウスをリフォーム中で、ここ謎の研究施設なんですけど、ここから汚染物質を垂れ流してて、それをろ過してこの湖の環境を守ったんだけど、町議会のアーサーが水処理施設をぶち立てるって言ってて、キャサリンが反対してるんだけど、湖の水質調査をしてね、で貴重な湖だっていうことを証明して、ここを環境保護区に指定してもらって、その水処理施設を建てるっていうのを阻止しようとしてるんだけど、まだちょっと証拠が足りなくって、うーんってなってるところです。一回ね、証明して、で二回目取り行ったんだよね。キャサリンが閉所恐怖症を克服して、潜水艇に乗って二回目の水質調査っつうか、なんか珍しいもんみたいの取ってきて、でそれをもう少し分析しないといけないのかな。なかなか感心しましたよみたいなことは言われたんだけど、まだちょっと中止っていうところまでは持っていけてない感じです。でそれとは全然関係ないんだけど、恐竜もいるっぽくって、その2回目潜った時にちょっと恐竜の影じゃないけど、ウォンってなんかでかい影が通って慌てて戻ってきたんだよね。で、さらに全然関係ない話だけど、アーサーと記者のエレンが実は付き合ってたっていう話で、つい最近揉めて別れちゃったらしくて、別れたっていうかただ喧嘩しただけっぽいけど、まあそういう秘密が明らかになりました。その恋バナも解決するのかな、みんなで頑張って。どうなんだろう。朝はよりを戻したがってるみたいです。というわけで続きを見ていきましょう。カーペット敷くってまだあんの？じゃあ敷いちゃう？なんかカーペット敷きまくりなんだけど、オースティンは。カーペット敷きたい病なんだよね。どこに敷く？あ、そこ？もう隙間といえ隙間全部カーペットで埋めてんじゃねえかよ。朝？施設を建てたって全く意味はないの。私たちがすべきなのは、水質を保ってくれる水生生物たちを保護することよ。キャサリン、素晴らしい話ですが、私には全く意味がわかりません。素人でもわかるように説明してくれませんか。なあ、今日の新聞の一面を見たか。町議会が機能していない、飲むのは水か汚染水かとか書かれているぞ。記者のエレンの仕業だな、これは。その暴露記事はエレンが書いたのですか。そうだ、湖の汚染を防ぐために町議会が何も対策を取っていないと書いているな。そんな書き方したら水処理施設建てちゃうってことになっちゃわない、余計に。急いで計画を進めなければならなくなりました。やっぱりか、メディアの影響力は大きいですからね。ではそろそろ職場へ戻るので失礼します。ああ、エレン余計なことしたな。キャサリン、大丈夫だよ。一緒に解決策を考えよう。例えば、レッシーの存在を世界中に知らしめることができたら、この湖を保護区として認めてもらえるのかも。キャサリン、今までずっとそれ否定してきたけど。怪獣に関して知っている情報をまとめましょう。私たちが見つけたイラストや写真を一箇所にまとめてみれば、何かヒントが得られるかもしれないわ。知れないわってなんだよ。何かヒントが得られるかもしれません。エレンの記事はタイミングが悪かったですね。アーサーに計画の中止を求めるのがさらに難しくなりました。二人が仲直りするよう手助けした方がいいな。争いを一つでも減らせばうまくいくかもしれんぞ。うん。アーサーに考え直してもらうにはもう難しいかもしれません。いや、まだ考え直してくれるかもしれんぞ。奇妙なことが起きればな。なんだそのリアクションは。まあなんかこじれちゃいましたね、余計に。古生物学者になるにはどうのこうの。ちょっと読めなかった。セリフをちゃんと読みたい人は動画を分け戻して一時停止して読んでみてください。続き見ていこう。写真を飾るって何？誰だこのおじいちゃん。湖の水槽を設置する、化石を飾る、写真を飾る？この写真っていうのはその湖の調査した時の何かの写真ってこと？ちょっと気になるんだけど、化石を飾るやっちゃおっか。これ前回ママに頼まれてて、邪魔だからちょっと避けてちょうだいっつって言われてたんだけど、3回もかかるからめんどくせえっつってやめたんだった。これからやっちゃおう。上に飾るのか。まあ邪魔にはならんね。化石コレクションの記念すべき一つ目です。つくさん、どうでしょう。ここにぴったりだと思いませんか。
まああんまり思わないけど。あんまり思わない。ブランソン博士がいくつか化石を残してくれているので、それもここへ飾りましょう。そうすれば化石コレクションの完成です。はい。町議会の人たちに、この湖が特別なのは珍しい植物が生息するだけでなく、古生物学的にも重要な化石が埋まっているからだと説明ができますね。はい、まあそうかもね。OK? 喋んなさそうだな、これは。みんなどこ行っちゃったんだ？なんかどこ行っちゃった。消えた。パパもいないや。どっか行っちゃった。よし、続き。化石を飾るその2。ドーン。そんなのあったっけ？ここにいると、石器人に戻ったみたいです。こちらは私が恐れている怪獣です。はい。そして、こちらが怪獣が現れた時に隠れるための岩です。どういうこと？1階にある箱に石がいくつか入っていたが、何に使うんだ？怪獣に投げつけるのか？まあいいんじゃない？いざとなったらそれでもいいんじゃない？父さん、投げたらダメですよ。とっても貴重な石ですからね。その石も展示棚に飾りましょう。まあ石が貴重っていうのもどうかなって感じはするけどね。まあいいや。石は石だろって思っちゃうけど。エクササイズをサボったからですね。ああ、ズンバ体操します？ズンバ体操しちゃうのね。はーい。ズンバ、ズンバ、ズンバ、ズンバ。続き見ていこう。化石を飾るその3。トムにこの怪獣の名前を聞かれたんだが、答えられなかったんだ。名前などを書いた案内板をかけておこう。なんだっけ？ブラキオサウルスとかだっけ？それはいいですね。だが問題は正しい名前がわからないってことだ。うん。ネットで探してみたが全くわからなくてな。プレシオサウルスと同じ種類の怪獣か。それかエラスモサウルス？どう思う？父さん、私は羊で古生物学者ではありませんよ。プレシオサウルスで行きましょう。行きましょうでいいんだ。みんながこの名前で呼んでいますからね。はい。そうしよう。じゃあ案内板を注文するぞ。お願いします。特に喋んなさそうだね。じゃあ続き見ちゃおう。おー、案内板やっちゃおう。ほうほうほう。いいんじゃない？それっぽくなったね。なぜだかわからんが、プレシオサウルスにだんだん愛情が芽生えてきたぞ。新しいペットみたいな感じがするんだ。おう、どんぐりが下から見てるよ。ほらにゃ。父さん、言葉に気をつけないと嫉妬している子がいますよ。モフモフの相棒よ、心配するな。お前の方が好きだぞ。プレシオサウルスだってお前にはかなわん。なんか逃げてった。よし、続き。湖の水槽を設置するってやっちゃう？写真を飾るが多分、その湖の調査の何かでしょ？ってことで、じゃあ、水槽やっちゃおう。設置する。え、そこにあんの？いる？これ。はぁ、これがかっこいいな、金縁が。まあ、一応全部金縁か。でもこれはまあ、普通か。これはちょっと見づらそうだな。これがなんかいいなぁ。なんかレトロ感あるじゃん。ポンコツな感じがする。これはなんか普通って感じ。これにしよう。ガラスの容器？中に入ってマジックでもやるつもりか？そういえば前にテレビで似たような容器を見たことがあるぞ。手錠された男がガラスの容器に閉じ込められてシートをかけられるんだ。1分後にシートを外すともう男はいないってやつをな。父さん、これは湖の魚を入れるための水槽ですよ。魚たちをまるで湖に潜って見ているかのように鑑賞することができるんです。
物理には詳しくないが、連通管の原理は覚えているんだ。この容器は湖の水位よりも高いところにあるから水が入ってこないと思うぞ。あー、下これ貫通してんのか。なるほど。で、湖の水をそのまま中に引っ張ってこようっていう話？コツがいるんですよ。ポンプを使って水槽から空気さえ抜けば水が自動的に入ってくるんです。あー、なるほど。真空にしちゃうのか。で、そうすると下から水を吸い上げて満たすってことだね。特に喋らなさそうかな。じゃなく、私の手が包茎をこしがっているようです。はい。じゃあ水槽の中に水入れちゃう。水槽の空気を抜く。これやっちゃおう。どうでしょう。おお、すげえ。ブラボー。このマジックはサーカスにだって出せるぞ。ジェブにサーカスで新しい出し物が必要じゃないか聞いてみろ。あ、もう魚が入ってる。おお、早っ。どんぐりがめっちゃ見てる。父さん、気持ちは嬉しいですが、家の仕事だけで十分忙しいですよ。ここにサーカスのお客様を呼んでもいいな。ネッシーを捕まえることができたら、常に観光客が来るだろうし、そのためにもしっかりと準備しないと。ここに人だかりができたらどうなるんでしょう。ドックの周りにまだ落下防止用のチェーンスタンドさえ置いていないんですよ。ここ観光名所になっちゃうの？うわ、だる。せっかくの田舎のログハウスが。やだな。じゃあ完全に宿泊ホテルみたいになっちゃうじゃん。まあでもそれでボロ儲けしたらいっか。そうしよう、そうしよう。まだ準備する時間はあるぞ。やっほーい。どんぐり、魚を見るのは好きかい？めっちゃ見てるね。いつか湖を泳ぐレッシーが現れるかも。にゃこの中にどんぐりも湖の怪獣がどのこうのこの水槽の中にレッシーが首ひょいって出してくるってこと？どんぐりどこ行ったんだろう。いなくなっちゃった。よし、じゃあ続き。まだ写真置けないのかよ。ドックの周りにチェーンスタンドを置く。これやっちゃおう。ドゥルルルルン。いいんじゃない？デザインがな、黒っぽいのが気に入らないけど。これで人がたくさん来ても大丈夫ですね。でも、あと一つやり残したことが、なんだ？オースティン、その通りだ。レッシーを捕まえないとな。そこ？なんだそのポーズは。そこ？その話？マジで？水のそばで少し瞑想して仕事のために休憩をどのこうの？そろそろ掃き掃除をしましょう。もうそればっかだな、お前は。よし、続き。わあ、いよいよ写真を飾る。多分これ写真じゃないでしょ？湖の何かを、資料を貼るとかそういう話じゃないの？なんだこれ。あ、一応手がかりだよね、やっぱね。オースティン、どうだ？何かレッシーへの手がかりが見つかったか？手がかりはないですね。ここから何も見えませんよ。少しでも手がかりがあればいいんだが、何かつかめていれば全てが明らかになるだろう。今はただ待つしかないな。シェ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 。お、トム、久しぶり。おい、来たぞ。まだ湖であの生き物を探しているのか？トムも何か知りませんか？その生き物は巣はパイレーツロックの近くみたいだな。この前目撃してな。しかも2回。驚くほど大きかったぞ。え、そうなの？それ早く教えてよ。パイレーツロックまで船で行ってみたんですが、何も見つかりませんでした。今度は潜水艇に乗って行ってみましょうか。危ないかもしれないから、今回は一人で行った方がいいと思う。ああ、キャサリンはお留守番ね。トム、どんな見た目でしたか？個体はどんな感じでしたか？あまりよく見えなかったんだ、すばしこいやつでな。そうなんだ。でもすごく大きいことは確かだ。なるほど、大きくて素早いと肉食動物でないことを願います。まあ、肉食じゃなくても暴れたら怖えだろ。
たとえ装飾でもよ。あとキャサリン、無言でどっか行っちゃったよ。今回はオースティンに任せるわ、ごめんなさいとかそういうことは一言もなし、あ、そうみたいな感じでスーってどっか行っちゃった。なんだよもう。よし、じゃあ続き見よう。パイレーツロックへ行く、行っちゃおうぜ。パイレーツロックに着きました。でも何も見えませんね。トムの勘違いだったのでしょうか。まあ、ずっとここにいるとは限らないだろう。うわっ、通ったぞ。ツクさん、さっきの見ました？あれはレッシーですよ。ああ、攻撃されています。植物をまた取りに来たと思っているのかもしれません。こっちへ向かってきます。どうにかしないと。レッシー、ごめんよ、許してくれ。ツクさん、捕まえました。急いで戻りましょう。捕まえたの？腕で掴んだってこと？え？流木なのこれ。オースティン、よくやったぞ。マルタとの戦いに勝ったみたいだな。めっちゃからかわれてるこれ。水中では大きな怪獣が潜水艇を攻撃してくるように見えたんです。波のせいかもしれないな。波でマルタが前後に揺れて怪獣に見えたんだろう。でもこれで正体が分かりましたね。とりあえずこの丸太で何か作りましょうか。ベンチを作れば座って湖の景色を楽しむことができますよ。結構遅い時間になったな。俺はもう帰るぞ。バイバイ。お腹が空いたぜ。ちょっとなんて言ったのか読めなかった。私も行かないとオースティンタクシーを呼んでくれない？あ、呼んだ。シェ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 。キャサリン、本当にレッシーはただの流木だったんだろうか。これで全て説明がつくわ。本当、あんたは夢見すぎよ。どうだろう、まだ頭が追いついていなくて。これで終わりなの？レッシーの話。おー、キャサリンがそのまま帰ってった。今回冷たかったな、なんか。全然会話が弾まなかった、キャサリンと。なんで？なんで？わー、マジかよ。あと、これまだ捕まえたまんまだ。今回はここまでにしとこうかな。次回はもしかしてこの丸太を料理するって話？丸太からベンチを作る。なるほど。じゃあ次回はベンチ作ります。というわけで今回はここまでにしときます。続きはまた今度。それじゃあまたね。バイバイ。アーサーどっか行っちゃったな。早く説得しないとね。